こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は神奈川県小田原市神津駅前にやってきました。 JR 東日本東海道本線や JR 東海御殿場線が乗り入れています。以前から何度も訪れています。御殿場線下曽我方面に歩いていくと位置するのは JR 東日本神津車両センターです。前回様子を見に行ったのは2023年暮れ頃だったかと思います。配置車両は E231 系1000番台や E233 系3000番台、その他に E131 系500番台とおおむね3種類となっています。広大な敷地ということから横浜支社で運用されない車両が疎開留置されてきています。前回様子を見に行ってから約1ヶ月経っています。疎開留置されている車両変化してるかと思いますので、この後様子の方見に行ってみたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。多少雲は多いものの穏やかな天気となっています。海の様子を見ても波はほとんどありません。簡単に相模湾太平洋を見たところで移動を開始したいと思います。一緒に日向ぼっこをしたいところですが先に急いでいます。こちらは駅からほど近い菅原神社。初詣まだしていませんでしたので簡単にご挨拶をしてから行きたいと思います。前回訪れた際の記憶を簡単に呼び起こしてみたいと思います。鶴見線では新型 E131 系1000番台の営業運行が開始する前でした。交通車両センターの方に E131 系1000番台がたくさん留置、車両の入れ替えを行っていた頃ということから205系0、1100番台も1編成程度疎開留置されていました。12月24日になりますと営業運行開始、デビューしています。たくさん留置されていた E131 系1000番台も中原支所や鶴見線オフィスの方に改装されてるんではないかなと思います。その代わり今まで運行されていた205系0、1100番台が疎開改装されてきてるんではないかなと思います。営業運行を開始しましてもう1ヶ月経っています。車両の入れ替えほとんど終わってるんではないかなと思います。撫で牛、先ほどから回送線の方を慌ただしく車両が通過しています。お参りを済ましたところで移動を再開します。その他に総武快速線や横須賀線などで運用されていた E217 系、徐々にではありますが長野総合車両センターの方に廃車改装配給が進んでいます。数を減らしていることは間違いありません。しかしまだ神津車両センターの方に疎開留置されてるんではないかなと思います。車両センター周辺にはたくさんの売園があります。現在向かっている最中ですが早速たくさんの木が見えています。花を見ますとまだなんとなく、もう少しすれば満開、とても素晴らしい光景になるんではないかなと思います。こちらは小田原厚木道路、下を見ますと車両センターをなんとなく覗くことができます。左に E217 系、右に205系0、1100番台がなんとなく見えています。この辺りに留置されている車両の近くに行くことはできませんが、早速2編成約30分歩きましてやっと到着しました。この時期草が枯れていますので比較的中の様子を確認しやすいかもしれません。 E231
217系の方は以前この辺りに留置されていましたが姿がなくなっています。配属先である鎌倉車両センターの方に疎開返却改装されたんでしょうか。手前に陸橋が見えてきました。まずは下曽我方面から見ていきたいと思いますので、登らずに先に進みたいと思います。本日遠くを見ますと日本一の高さを誇る富士山、曇っていますので見ることはできなくなっています。所属する車両がたくさん留置されています。左方面に行きまして、こちらは中原支所に所属する南部支線で運用されていた105系1000番台、こちらも長らく留置されています。新潟地区から後継 E127 系0番台が転属をしてきまして、運用離脱、疎開留置されています。3ヶ月に一度程度行われる交番検査のためかと思いますが、一旦中原支所の方に疎開返却改装されています。しかしまた戻ってきています。そして本日前面を見ますと微灯が点灯しています。改装という表記、パンタグラフが上昇しまして通電中、何か動きあるんでしょうか。草がなくなったことにより比較的見やすい状況となっています。2両1編成が連結しまして4両で留置中、動くところ見てみたいものです。車体番号末尾を見てみますと左が1となっています。和の1編成、右が2となっていますので和の2編成、以前と様子特に変わりはなさそうです。編成も変わりません。ということで下曽我方面の外れにやってきました。見ることができる車両は所属車両のみ。この後は2つの陸橋上から中の様子を覗いてみたいと思います。 E231 系1000番台や E233 系3000番台、そして E131 系500番台のみ。赤い国鉄型電気機関車などは確認できませんでした。先ほどから関係者の方が待機されています。奥の建物から何か出てきそうな感じはあるものの、アントでしょうか。なんだか通常見ることができる車両ばっかりです。もう一つの陸橋の方に移動したいと思います。まだ疎開留置されている車両ほとんど確認していません。もう一つの陸橋上にやってきましたが、なんだか車両の方ほとんど留置されていません。左方面に固まっていますので見ていきたいと思います。とは言っても予想したよりだいぶ留置車両は少なくなっています。205系0100番台、通常3両編成となりますが2編成連結した状態で6両が2セット、合計12両と E217 系に関しては基本編成の11両のみとなっています。反対側を見てもこのような状態、 E217 系の基本編成が1編成のみ、紛れてる程度となっています。結果的に E131 系1000番台は全ての編成が構図から改装されたようです。1編成も確認できませんでした。今回一通り様子を見てきまして、なんだかいつもの神津車両センターにだいぶ戻ったような感じがします。やはり E217 系が大幅に減りましたので、そうなったのかもしれません。今回は特に動きなさそうです。この先も動きがあればまたやってきて見ていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、スカスカな電流線を見ながらこの辺で失礼したいと思います。
最後までご視聴ありがとうございました。